山口博人バーサス東周平。それではただいまよりファイト6、65キロ契約3分3ラウンドを行います。青コーナー165センチ、 64.8キログラム、フラッディ・ラウェイ・マスター、東周平。赤コーナー170センチ、 64.85キログラム、クレイジー・ピエロ、山口ヒーロータウン。はい、こちら注目してください。ナイスボンドマン、先ほどのメインイベントのエンサンブルさんのスピードクラブ、肘なしだからバッカンの気をつけて、バッティングローブロー、あの投げてもらうね。キャッチ1回だから投げて、パンチのこれなしだから、あとは全部1回まで連続する。じゃあ、西田さん頑張ってください。はい、落ち着いて、落ち着いて。
無理に歌わんでいいから。いや、先生ちょっとちょっと晴れてるっす。ガード、ちょっと見える？見えます。いいよ。セコンダー、セコンダー、ラウンド2。はい、はい、さあ出てるよ。そう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 、早く早く、あー、ナイス、あー、ナイス、ラスト10秒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 、ラスト10
セコンドアウト、セコンドアウト、セコンドアウト。ラウンド3ファイナルライン。これよりジャッジの集計を行います。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ佐藤30対27、赤山口。ジャッジ永瀬29対27、赤山口。ジャッジ秋谷30対26、赤山口。以上3対0の判定をもちまして、勝者山口ひろこ。勝ちました山口選手には記念トロフィー、そしてフィジムショットのゴールドジムオイルトレインが贈られます。なおトロフィーのプレゼンターは株式会社アクティブチャンネル執行役員渡辺大様です。
さあそれでは見事勝利いたしました山口大人選手にコメントをいただきます。あ、どうでした皆さん、オープンヒンガー、ライズファイトクラブ、まあ、ゲーオ多かったんですけど、ちょ僕はちょっとゲーオできなくて、手が2ラウンド目から右手が動かなくなって、ちょっと痛いです。めっちゃ痛い、助けて。もっと3ラウンド打ち合いたかったんですけど、ちょっと右手が痛すぎて言い訳ちゃいますよ、ほんまに痛いですからね。ね、ライズファイトクラブこれからもやっていきたいんで、皆さん見に来てください。てかどうでした僕の試合、よかったっすか。いや東選手がねめっちゃ気持ちいい方やって、まあこれメインでできてよかったっす。てか俺ら兄弟もうちょい人気出てもいいんちゃうんすかね。全然人気ないんですけど、これからも頑張ります。じゃあまあ見てね、あのマシだったら4月の大きいライズオープンがあれば出たいなと用意しておきます。よろしくお願いします。じゃあ終わりますね。じゃあ皆さんコロナに気をつけてください。最後いいこと言って終わります。さよなら。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。